はい、河合浩二です、今回は、フォアハンドの、スライスの感覚を練習をしていきたいと思います。フォアハンドのスライスは、あまり最近使うプレーヤーはいないとは思いますけれども、実際一般の、プレーヤーとしてはやはりスライスでうまく逃げる、ショットをしたりとか、スライスのロブですね、そういうのを使うときにすごく有効になってきますので、それをバリエーションとして持っているだけでも、相手としてはすごく嫌になりますね。で、その自分がフォアハンドのスライスをすることによって時間を稼いだり、ボレーの感覚にもつながってきますので、その練習をしてみてください。はい。で、そのフォアハンドのスライスの感覚ですけれども、前回やったコンチネンタルのですねグリップをまず使います。フォアハンドの、スライスのショットとして、自分のコンチネンタルグリップですね、コンチネンタルグリップの、面の当たり方を少し開いてボールを打ちに行く、ことを必要になりますけれども、その面を開くという動作というのを、ちょっと意識してみてください。で、開くというのは、スライスで、開く面というのをちょっと皆さん誤解することが多いかと思うんですけれども、ラケットをただこうやって寝かして開くという感じではなくて、ラケットは立ててみてください。立てて、でその立てた自分のこの手を後ろに倒すですね、この後ろに倒した形をキープする、これがボレーでもそうですしスライスショットで重要になってくる部分になりますので、手のひらの感覚プラス面を倒すこの動作ですね、これを使ってスライスショットを打ちます。で、この時に前回こうやったまっすぐの当たりでやりましたけれども、面を後ろに倒してあげてグリップエンドから引っ張ってくる動き、自分のフォア側の面が上を少し向いている状態の手のひらの感覚で、どっちかというと小指側ですね、小指側の方の手が先に上を向いた状態で先に出てくる、この絞りをすることによってスライスのショットになってきますので、これが返ってきてしまうとやはり安定してないショットになりますし、スライスがうまくかからない原因になりますので、必ず後ろに倒して面を作ってあげて小指側の方から出してあげる、小指側の方から前に出してあげる、このことをすることによってしっかりスライスの回転がかかったフォアハンドのショットが打てるようになりますので、練習してみてください。はい。で、もう一つはスライスですから、この形を作って必ず上からラケットが入るようにちょっと練習をしてください。で、上から入るんですけれども、上から入って打つときにはある程度もう水平にラケットが抜けていくように練習をしてみましょう。これを下げたまんまになってしまうと下にボールが行ってしまってかすれてしまっているので、必ずもう当たるときにはある程度上から入って水平に、上から入って水平に前に送ってあげる動きですね、これを少し感覚として養ってみましょう。で、先ほど言ったように小指側からしっかりと上から入って小指側から前に押す、上から入って小指側から前に押す、
これを練習してみましょう。